はいどうも、今回は一流大学編をやっていこうと思います。まあ、前回は作れなかったんですけどね、選手を。イベントデッキはこんな感じで、ピッチャー重視な感じかな。ほぼピッチャー、これでいいのかっていう問題もありますけどね。どうしようかな。先発ピッチャー作っていくか。この大学の特徴はランキングがあって、それを上げていけば結構レギュラーにもなるしっていう実力的なとこやね。ここで説明があるけど、25人以内に入らないといけないと。監督についていけば、監督についていくとあれなんだ、一応ランキングを上げ、あれこの次かな、 これで上げることもできる。ここで対決してあげることもできるんですけど、まあそれもやっていかないとうまくランキングが上がっていかないと。能力も上げないといけないんでね、結構難しいっちゃ難しいですよね。いろいろコツを教えてほしい。よし、なんか変化球来てるね。よしよし、いい感じじゃないか。変化球、ここはでも怒りについていった方が良さそうやな。コントロールのコツ、よし、OK でしょう。ここは変化球いきたいな。変化球 5% やけど変化球いきたいな。いけ、 OK。 カーブのコツ、よし。ミートかミートはいらないな。このデッキの運もあるよ。なんか速球が、球速練習がパワーアップした。ミートのコツか、コツっていうかあれか、ミートアップに必要な経験値が減る。これはいらなかったね。いやーマジか。なんだこの選択肢は、わかんねえ。ラーメン行こう。おお、いいね。ここやね、スタミナ。
粘り強さか。調子安定。来てる来てるけど 14% か。とりあえず変化球はコツ教えてもらったからカーブを入れて、スタミナはあれで上げていくとして 14% 勝負。よし、パワーヒッターのコツいらねえ。パワーヒッターのコツいらねえわ。あ、安い。よし、チューンのコツ。変化球。いいね。これで対決していくか。どの辺から対決していくのがいいんでしょうかな。コントロールさえ上げとけばいいかな。変化量がまだ少ないかな。もう一個上げとこう。いや、しまった。一応見て。よし、やっていくか。対決。コントロール。120ぐらいならいけそうだ。脱三振、持久走。三振できるか。うわー、マジか。変化量がいるのか。よく分かってなかったな、あの対決は。やっぱまんべんなく上げないといけないっていうか、選択肢によるからね。おお、急速のコツも覚えた。これは結構良くないか、やっぱ一人で。しかしあれだな、結構厳しいとこもある。メンタルか。メンタル1個上げて、球速1しか上げるね。スタミナ、どの辺で対決するのがいいかっていうかね、まあ、3月はレギュラーに並んでいくかっていう感じで。ちょっとマジか。あ、これもあるね。こういうのもあんね。多分打者でやったんで2人目ぐらいやからね、これ。一流大学、一流大学やんのが。まあ、カーブで。よし、オッケー。よし、オッケー。いいね、全力ストレート。次はよし、オッケー、全力ストレート。カーブ、オッケー、完璧じゃない。あー、もうここでミスる。よし、全力ストレート結構
オッケー。下克上。これでランキング上がるのかな。どうなんでしょう。おお、一気に上がった。上がったけど、次のランキング上げるのが結構辛いんですよね、これね。この辺、コントロール。監督は、守備。まあ、変化球ついていくべきかな、ここは。よし、スクリュー。いいね。緩急丸。来たぜ。変化球も骨のレベルがもうちょっと上がれば面白いね。評価がどんどん悪くなって、今のは下がってないけど、やる気とか下がったら、うわーマジか、これくんのかよ。やっぱ能力も上げないと、もう眠気が不眠症かこれ。よし、チャンス。チャンス到来。チャンス到来来たけど。技術が少ねえ。技術少ねえ。スクリュー。おお、スクリュー、コツ3やし。だからといってスクリュー取るべきかって言うとカーブ取るよね。変化量、変化量だけすごいっていうね。スタミナも上げて、どうしようかな。スタミナは、スタミナはランニングで上げていきたいんだよね。ここは球速やるか。しかしこれは上がっていくのか。ダメだ、なんか寝つきが悪いね寝つきが悪いよ。能力出す、何もついてなかったんだね。何もついていないのに、どうしようか。やりますかな、ここで。ここで勝負するか。早いかな、どうなんだろう。どこら辺からやっていけばいいかっていうのはね。足、打席勝負のがいいかな。でも三振取れるやろ、変化球あるし。 OK、 よし、ランキング上げるのがほんと難しい。
これ初めてやな、多分イベント見た。どうしようか。急速、あんま急速上げるの難しいな。コントロールもそうやけど、休んで、あ、なるほどね。試合は出られないでしょうけど、2人もいる。これはでかい、これはでかい。よし、急速のコツ掴んでるのはでかいな。おい、メンタルも来てる。これはいい、素晴らしいんじゃないか。てるけどコツが上がってるけど技術が足んねえな。技術スクリュー、 OK。 スクリューとカーブでいこうかな。コツがせっかく出てるんで、よいしょ。メンタル、これ全員とスペシャルタッグできたんじゃないか、もしかして。うわー、ここで博士か。大丈夫、博士来た。いやさすがにやめとくべきでしょう。ちょっとやめようかな、ここは。やめとくべきでしょう、さすがに。さすがにできんわ。対決上げていくか、勝負していこう。よし、打席か持久か、打席でいこう。これ抑えれば上がるんだから、まあ、こっちの方が楽でしょうね。抑えれるかどうかが問題ですけどね。やめろよ、強振。オッケー。スクリュー。よし。あとは全力ストレート振ってもらおう。際どいコースに投げて。振ってくれないときはカーブで抑えるっていうね。オッケー。まあ、緩急をつければ。いけますね。63もできた。どうしようか。差し入れしたらどうなる。回復するかな。よし、狙い通り。狙い通り。おお、ダッサンシー。結構、コツを結構覚えるんで。コントロールかな。てか変化量が全然上げれない。
やる気下がんなって。やる気下がるなよ。特殊能力、勝ち運と玉持ちと奪三振、緩急、打力強さか。ランキング上げていくか。そうそう、結構厳しいか。コントロールか。打席勝負、打席勝負でどんどん上げていけばいい感じかなっていう。まあ打たれないでしょう。待って待って、危ない。打たれた。もっと厳しめのコースつけばよかったね。ちょっとボールが2つだったから結構厳しかったんだよね。伸びのコーツ、おっと、マジか。まあ、メンタルはいらねえだ。よし。いいね、いいイベント。技術がいるか。球速完璧だね。変化球はまだ上げれないか。技術が足りねえな。技術がコントロールかな。ここはポイントが全然たまんねえ。もう5月やね、これ。ちょっとやる気下がりすぎじゃね今回。あんまし恵まれないっていうか。やばくねえかこれ。レギュラーにもまんなね。来た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 。これでランキングをどんだけ上げれるかね。さあ DDD っていう平均的な選手。ちょい、コントロールが悪いからちょっと厳しいか。しかも調子がまさかの普通やからな。危ねえって思ったらヒッです。カーブ連続で入れていくわ。うわうまい。危ねえ、セカンドか。このピタッとボールか。よし、たまカーブとストレートだけで抑えれる。厳しい。スクリューを使ってみようか。変化量は OK。 高めから落ちるカーブ OK。 最後は全力ストレート、内角に内角に、やっぱ外に OK。 これでどんだけ上がんのかな。44位まで。
上がってくるけどランキング上がってくるんですけど、自分でも上げていかないといけないってね、っていうメンタルか。メンタル精神はあんまりいらなさそうやねんけどね。それだったら変化球かコントロールかっていう。どこやねん、どうしようかな。技術上げるべきやね。コントロールかな。技術ポイントが、来たけどここはコントロールやね。技術を上げて、よし。お、これ回復するっけ。よし、 6% は怖いな。でもやりたいけど怖いっていうね。143キロか。先発もやりたいのにスタミナが全然上がらないっていう。コントロールは C で止めるか。コントロール別に D でもいいねんけどね。球速上げていきたいな。勝負、よし。メンタル来てるけど、まあここは普通に回復やね。よし、やっと来た。やっと変化球来た。おい無業無業って武器って。さあこっからレギュラー入り狙っていくか。変化球、ここはスクリューやろな。てか思ってる以上にポイントが伸びひんねんけど、あれやね、全体練習を使っていくべきなんでしょうけど。来た、まあ、球速かなここは。よし、来たで。レギュラー、レギュラーじゃねえよベンチ入りか。急速じゃ結構通じるようになってたね。145もあれば結構勝てるんじゃねえか。変化球9位、急速できて、よし来た。オッケー、ここまで来ればもういいでしょう。5% か。どうやろ、能力もっと上げたいんだけどっていうね。対決してもいいんだけどな。でこれ何歩ぐらい上がるんや。9位、対決するか。そう、これで勝ってないんやろ。
よいしょ。OK。よいしょ。よいしょ。よいしょ。オッケー、スコア30。どうしたこれ楽やね。うおーマジか、コントロールが当たった。よしこれ楽これめっちゃ楽や、ね、8位か。思って以上にポイントが全体でいくかも。全部20ぐらい上がるからこれでいいんじゃないかっていうね。でももうほぼ終わりやねんけど、やっぱ難しいなこの大学は。休んで、効率はこっちの方がいいのかどうか。休んで、OK。もう試合やもんな。もう試合やもんね。いやーどうやろうこれ。思って以上に能力悪いぞこれ。もっといい選手作れるでしょっていう感じやね。もう試合やからな、こっから負けられないって。そうか、自分の投球でいいか。カーブが上げられないっていうね。4-4ぐらいにしかできないか。球速もっと上げたかったんだけどな。ストラス学院いきなりピンチ。 OK スクリューで OK 全力ストレートで三振を狙います。 OK ズバッとズバッとやな。取ったなり。
コントロールが悪いから多分フォアボールが多いんや。あかん、これはあかん、飛べいやー取られたか。カーブ、まあ、全球カーブでも抑えてる自信はある。オッケー、いや、アウトチェーン。そうそう、変えられそうね、予感もしたけど、まだスタミナが大丈夫。全力ストレートを高めに、OK。カーブ。2球連続カーブで。いやー、危ない。全力ストレートを低めに。オッケー、サード投げてと思ったけど、ツーアウトやった。ツーアウトでしたね。危ねえ、なんか、逆転されてたんやけど、一瞬。危ねえ。ピッチャー、自分の時に取られたんかな、これ。あ、でも、ゼクテン1か。オッケー。よかったよかったけど、よし、全員練習をもっとできればいいんだけどね。早めにできればよかったよね。やっぱあれが攻略の鍵やねんけど、多分これは自分でやるしかねえな。全員操作でいこう。全員操作っていうか、ピンチチャンスを操作でやっていく。てかコツレベル5でも球速上げるのが難しいって、すんごい。的にあれやね、やっぱ厳しいとこもある。デッキ次第っていうとこもあるからな、選手ピッチャーばっかやから。でもバランスよくデッキ押しとかないと、レギュラークラスも結構しんどいっていうね。オッケー、ズバッと内角を打ってくる。今度も内角に、よし、タッチで。さあ攻撃チャンス。ファールか。ど真ん中来たダイレクトでツーラン、スタンドへ飛んでいく。ボールいけるぜ。あかん、ミスった
ミスった。うーん、足が。もらったー。まあ進塁だ、進塁だ、進塁打を放って、うーん、ぴったんこやったな。ぴったしやった。いやー厳しいけど、ファールボール。オッケー、気持ちがいい。9回抑えて終わりだ。オッケー、よいしょ。ファースト踏んで、またストレートだけでいけるか。いや、あえてここを狙っていくっていう。無理か。さすがに同じコースばっか投げとったら打ってくるね。ど真ん中シュー、うーん、もう一球高めに外すか。 OK、 カーブ、内角えぐってくる。スクリューで一球外す。よし、振ってくれた。オッケー、もうちょい育てれる。もうちょいいけるぞ。よしよし。でも育ってんかな。変化球か。もう一つ上げるのは難しいな。5-3にしよっかな。カーブ、カーブ138か。上げれるね。てか特殊能力は全然つけられへんねんけど、まさかの特殊能力なしって。なんかコツもあんまりすごい上げてくれてないから、結構うわー、こそいのコツ。あれは多分やる気あげる。あ、もうあれができんのか。ここに来てできない。いやー、どうしよっかな。負けた終わりやけど。精神がめっちゃポイントがあるんだけど。これはもう絶対投資つけろってことやね。投資をつけろってことやね。休むかもしれない。ここを勝つっていう前提でいきますよ。どうしよっかな。まあ4-4にしよっか。もしもまた他の特殊能力つけれるしね。スタミナかな、ここやっぱ。BB。
言うてでも技術ポイントの少なさからあんまりつけられないっていうね、能力が。いや、コントロール上げにくいな、そう考えると。スタミナ上げれるかもしれないけど、スクリュー上げて投資、投資だけ取ってもいいでしょう。でも怖いな、わかんない。いかにも クロスワイヤーか。脱散心とか欲しいな。関係特定の変化球って何やねんっていう話やね。これ多分スローカーブとかああいう系やと思うねんけど。どうなんでしょうかね。特定の変化球を投げた後にストレートっていう。チェンジアップとかああいう系かな。やっぱスピード遅いやって圧倒にストレートやろ。大体考えると。そうなってくると思うんですけどね。投資つけるとやっぱ厳しいな、精神は。ちょっとやめるか。とりあえずスタミナ B にしてスクリューつけてコントロールは C かな。とりあえずこれで OK して、スタミナ A か。A は厳しいな。打たれ強さか。クロスファイヤー勝ち運か。奪三振つけたいな。試合に勝てばつけれるかもしれんけど、これ球持ちと奪三振取るとなると結構厳しいよね。奪三振つけて、あ、試合でクロスファイヤーつけるのがいい感じかっていう。この辺か。回復ね、回復はあんまいらん気がするな、先発やかし。クイックかな。伸びか。伸びがつけれねえな、足りねえし。打たれ強さをつけていいとして、最強打者か。クロスファイヤー、クロスファイヤーガチンつけるか。低めつけれんのか。伸びしいか。ピンチな、ピンチ。奪三振が欲しいな。ちょっとこれでいくか。投手陣がマジやばいよな。うちのチーム投手陣マジやばいな。
自分よりはっきり言って強いか、投手陣。いきなりピンチかよ、マジかよ。ファーボールでもいいと、ファーボールでも OK、 OK じゃね、強振じゃない時にボール当ててくれ。よし、これは大丈夫や。いやでも犠牲フライか、犠牲フライかよ、しょうがない。最低限守備ばっかや。第9、初球カーバー空振り。第2球投げました、これも空振り。少し迷ったか、投げました。オッケー、空振り三振。小原まったくタイミング、よし、攻撃チャンス。第9投げました、外角高めの直球はボール。さあ次の投球、ボールカウンター2ボールノーストライク。肩越しにランナー見た、投げました。オッケー、いけるっしょ、いける、抜けた。同点、ニート、ここはニートで当てていくよ。第2球投げた、いやー緊張。第3球を投げた、あか、危ね、一瞬判断が遅れた、判断が流す。第9投げた、ストライク。まずは見送りました。引っ張ってもいいねんけど。第2球投げた、変化球はアウトローへ、ボール。カウントワンボールワンストライク。第3球を投げた、危ねえ、際どい球、ボール。バッターよく見ました、カウントは2ボール。うわー、ちょっとコントロール悪いって F やもんな。第5球投げました、よし、レフト前クリーンヒット、ボールは中継。完璧、1点リードに変わりました。2対1、作戦通り。ここでピッチャーかよ、打っていくけどね。第9、うおー、マジかー、ゲッツーはやめよう。 OK、 やべくん打つでやんすよ、打つでやんす、打つでやんす。ファールかよ、打つでやんす、ゲッツーコース。やべくん、やべくんよ、嫌なバッターをここで迎える。あぶねー怖いわ、4番、4番じゃねえ、5番。怖かった、点取られとるしよ。危ねえ、あっか、危ねえ。さすがに2球連続はまずかったか、2球連続はまずいか。 OK、 さあチャンス、ゲッツー以外ならいい、ゲッツー以外なら。流して、くー、第3球ボール、ボール、見送ってボール、カウント、三塁線の方向に第4球は流していく感じで打つから、ボール、ツーボール、ツーストライク。ゲッツーを免れたら OK、 よく見た、カウント3ボール2ストライクです。ボール OK、 満塁。この回2人目のフォアボールです。ピッチャービーマジかよ、ここで回ってくんのかよ。代打って言ってもありやけど、ヒット、
走者いそうです。三塁、いやー危ねー。あかん。まあまあまあ、2点タイムリーで打って投げてやから。怖え、ここで危ない、助かった。強振じゃなければ大丈夫。オッケーオッケー、ゲッツー。出川、こいつホームラン打ってたんかよ。パー S じゃ、外で流れているか。オッケー、よく取った。ノーアウト1、3塁って、また出川かよ。ピッチャー変わってるし。うっそでしょ。うわー、ゲッツーにもならんし。ふい、オッケー。最終回、投げた。くボールは中継。小原ヒットを放ちました。一流大学内野陣は月数対戦。ホームランだけやめてくれ。ホームランだけ。投げた。二球目ストライク。追い込んでから。第三球をもうフォークで月数で。今まあ三振でもいい。そして打たせて取るから。打たせて。タイミング合いません。カーブだけで受けそうやけど甘いか。あかん、やめよう。危ねえ。マジかよ、ここでかよ。4番かよ。ミート打撃してくれたら助かる。ミートやったら助かんねえ。オーケー。強振ほど怖いんがないからね。よしよし、もうまだ成長できるぞ。変化球、変化球あと一つぐらい伸ばせるかね。72いいか。てかスクリューのポイントがちょっと少なかった。何本ほど入ったんやろ。何本ほどポイントもらったんや。全然奪三振つけれるし、尻上がりもつけるか。牽制クイック、クイックは牽制つけるか。ピンチ、こんなもんかな。あとは何がつけれるかっていうところ。変化量来てるけど、スタミナあげるか。ここで
ここやな。ピンチチャンス、ほとんどピンチしか来へんか。どうしようかな。8回以降、8回以降でいくか。さあどうなるか。厳しいな。厳しいな。今日2人。厳しいな。8回の表、第9投げました。インコース、やっぱ強いね。第2球投げました。直球ストライク、アウトローへ。能力が半端ないもんな。投げました。全員フォーク、空振り三振。来れば。全員の能力が半端ないから。ストライク、少し迷ったか。投げた、飛びついた。オッケー。一塁送り。三原、軽快にさばいて。第9投げた。まだ分からへんよ。ストライク、初球ストライクから投げた。直球ストライク、インローへ。簡単にツーストライクと追い込んだ。一球外して、さすがに振ってこないか。わずかに外れています。カウントワンボールツーストライク。よし、空振り三振。流れを変える三振。一塁ライン、第9投げた。ボール、強気で攻めてきます。第2球投げた、流し打ち、一塁線切れました。ファール、先頭バッターが出てくれな。投げました。ボール、ボール、ツーボールワンストライク。バッティングカウント、次は4球目投げました。流し打ち、完璧。セカンド行くぜ。これ風薙、二塁を狙う。よし、まあ、とりあえずホームランやね、ここは。今日はここまで3打数ノーヒット。もらったやろ。打ちました。これはいい当たり、さらに伸びていく。ヒット、危ない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 。よし、一流大学、点差を2点に縮めました。まだ分からんよ。二塁という場面で三原、第9投げました。赤、最悪や。ミート投げ消せろって話。ミート打撃。第9投げました。ボール、慎重に攻めてきます。ミート打撃だろ。第2球投げました。ボール、慎重に攻めてきます。カウントは2ボールノーストライク。くぅ、シュートのキレがやばいって。第4球を投げた、打った、ショートバウンド。マジかよ。ショートから3塁送球、サードから2塁送球、セカンドから3塁送球。いやー、やっちまったぜ。やっちまったぜ。ピンチヒッターは怒り守る。こいつにかける。第9球外れた。ボール、ここはよく選びました。第2球、うわー、引っ張ったあたり良かったけど。ファーストで使っとこう。それまでに勝って終わりそうやけど。投げた、2球目ストライク、軽く追い込んでまいりました。打ちました、いい当たり。ピッチャー返し、ボールは中継。ショートから2塁送球、勝てねえな。第9投げた、低め外角ストライク。第2球、嘘でしょ。ライトへの打球、クリーンヒット。1塁ランナー3塁へ向かう。ボールは中継、ニクラ3塁です。と、いやー、ここは中間守備を取りました。投げた、スクイズとかはないでしょ。スクイズは1球目空振りから打った。いやー、碇くん、1塁ランナー2塁を蹴って3塁へ。スパルタ大学、1点入りました。これはダメだ。一流大学、なおもピンチが。ど真ん中、初球打ってきた。レフトへの無理かよ。レフトからセカンドへ。ボロ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 。次のバッター、第9、変化球、
厳しいね。見送ってストライク、追い込んで第3球を見送ってボール、カウント1ボール2ストライク、変化球空振り三振。第1球投げました、初球スローカーブ、このスローカーブでも2ストライク全員奪って、うっそでしょ、さすがに打ってくるか、楽に抑えさせてくれねえわ。初球空振り、初球空振りから第2球打った、うん、ファール、ファールボール、投球は3球目投げました、インコース高めいっぱい、見逃し三振。低めばっかり集めてる理由は、インコース低めストライク、高めね、投げた、外角低め、抑えるためでもあんねん、追い込んでいます、投げた、スローカーブ、空振り三振、くれば見事9回、何点、7点か、投げた、打ちました、初球打ち、初球打ちから取ってアウト、帰れねえな、第9投げた、ボール、投球これから2球目、ボール、ボール、カウントは2ボールノーストライクです、投げた、くー、すげえ綺麗、第4球を投げました、ボール、バッターよく見ました、カウントは3ボール1ストライク、もう1球見ていくぜと思ったけど打つ、うーん、ミスった。さあ6球目入るんだよね、ピッチャー返し、来ればヒットを放ちました、まだ諦めてはいないよ、第9投げました、低め際どいボール、ここはよく選びました、さあ次の投球、ボール、膝元外れます、カウントは2ボール、投球は3球目投げました、ボール、カウントは3ボール、投球これから4球目、はい、シュートはストライク、もう1球、もう1球待つで、次は5球目ストライク、ファーストランナーをちらっと見て第6球を打った、強い、オッケー、頭上を越えていく、クリーンヒット、ボールは中継、やべ、ヒットを放ちました、まだ分からんよ、第9投げました、うわストライクか、ストライク、いきなり152キロ、低め際どいボール、バッターよく見ました、カウント1ボール1ストライク、投げました、アウトコース、おーボールか、入ったと思った、ここはよく選びました、カウントは2ボール1ストライク、打った、引っ張った、いやーこれ抜けといて、抜けてくれよ、第9投げた、ボール、いいところですが、野球は2アウトからやから、第2球投げた、ストライク、まあ今のは打てないな、低すぎる、2塁へ牽制を送ります、2塁タッチセーフ、野球は2アウトから、インハイ際どい球、ボール、バッターよく見ました、カウンター2ボール、打ちたい、今の高め打ちたい、第5球投げた、怖え、はい、三振だけ嫌い、カウントは3ボール、オッケー、シュート外れた、フォアボール、山内今日2つ目のフォアボール、満塁の場面での登板です、ピッチャー交代、先ほど帰る、ホームランを打つ、低め、ボール、第2球、ボール、カウントは2ボール、ノーストライク、第3球、もう OK、満塁ホームラン、ホームランか、もったいねー、これ考えたら、やっぱ、満塁ホームラン、スタンドへ突き刺さった、最後に見せたけど、完璧に捉えました、3点差、チームメイトが迎えます、へいへい。3点差、第9初球目を切れがやばいって、第2球投げました、低め外れてボール、ここはよく選びました、カウント1ボール1ストライク、投げました、抜けろ、よし、これはヒットになります、ボールは中継、つながれつながれ、三原ヒットを放ちました、これであと1人、第9投げました、くー、これは打てたな、第2球投げました、嘘でしょ、ストレートで来て、ストレート、うわー最後に一流大学、最後にナイスピッチできたわ、終わってしまった。
いやあ、もう失点なければな。特になし。まあ、六面大学みたいになくなることないから。先発能力やね、ここで。何がつけれるかなと。緩急なつけてもいいんだけど、何に対してつくのか分かんないからな。ダメだ。ピンチ B クイック、どうしようかな。リリース、リリース丸つけたらもう何もつけれない。まさかの。スタミナだけ上げれて、スタミナ A に、 A にできるけど、どれかと1個しかつけれない感じか。リリースかな、やっぱここは能力的に。うん、まあスタミナ上げて、ミュート補給、こんな感じかな。間違えた。よし、これでいいや。完成。こんな感じですね。はい、では、今回は一流大学編でしたね。では、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。